第31代国王ボルビーンの時代、ファンタジニアの北西竜の大地より神聖ブロンキア帝国が侵攻。王国軍も騎士団を展開し交戦するも、帝国軍の圧倒的な攻勢の前に敗戦を重ね、やがては北方の過労な拠点を失い、王都パルティナへの侵攻を許すこととなった。先帝を武をもって廃し、神聖ブロンキア帝国の皇帝についた遠帝ガルカーサは、自ら精鋭部隊を率いてパルティナ城へと進撃。壮絶な城内決戦の末、ついに国王オルディーンは遠帝の狂人にかかり落命した。かくして王都パルティナは陥落し、神区の帝国旗が黄昏の空に翻るのである。大陸最南端に位置する最果ての地、ノルン峡谷。岩山と赤土ばかりの不毛な土地で、ファンタジニア王国領にありながら、ただ盗賊たちの巣窟となっていた。そんな荒野の中を、小さな砂ぼこりを立てながら駆けてくる一人の少女の姿があった。近くにいるはずだ。探せ。どうしよう、このままでは見つかってしまう。 あれはここなら身を隠せるかも。確かこの辺りに人の気配が。申し訳ありません、この辺りで見失ったようです。他に身を隠せそうな場所は？この先にある朽ちた砦に逃げ込んだ可能性があります。よし、その砦に火をかける。いぶり出してやる。炎に焼かれるわよ、我らの刃に散るわよ。おい、そこで何やってんだ。なんだお前たちは。お前らこそ何者だ。こいつらはこの辺りに出没する盗賊です。まさか、さっき襲いかかってきた変な奴らの仲間？俺たちのねじろを焼き打つとは、いい度胸じゃねえか。覚悟しやがれ！何ができる。覚悟するのはお前たちの方だ。お高く止まりやがって、気に入らねえぜ。
聞け。綺麗なお嬢ちゃんだな。こんなところで何してるんだ。この娘、王家の生き残りじゃ、バルティナの。なんだって。ってことは、さっきの連中はブロンキアンってか。助けてください。お願いします。帝国打倒のために、あなた方の力を貸してください。英国が相手じゃ安くはやれねえな。だがその立派な剣をくれるなら考えてやってもいいぜ。この剣は渡せません。でも他のものならあなたが望むもの何でも差し上げます。何でもってお前そんなに偉いのか。私はファンタジニアの王女ユグドラ。頼みを聞いてくださったら王女として約束は必ず守ります。じゃあお前の城をよこせ。俺たちの新しい根城にしてやる。わかりました。でも今は全てを帝国に奪われてしまった。だから要は帝国の連中からそれらを取り返せばいいんだな。砦も焼かれちまったし、どの道もここにはいられねえからな。帝国の奴らに喧嘩売っちゃいましたしね。それでは、俺はミラノだ。約束は守ってもらうぜ、お姫様。ありがとう。すぐにでも出発するか。しかしお前その件だけじゃ心細いな。他になんか持ってねえのか。これなら持っていますけど。おお、カードじゃねえか。結構いいもの持ってるな。一つは王国第一騎士団、二つ目は第二騎士団のものです。私を逃がすために犠牲となった騎士たちの形見です。じゃあ帝国との戦いに活用してやるといいぜ。そうすりゃ犠牲になった連中に浮かばれるだろうからな。ええ、これらのカードには古き琴ノ葉の力が宿っていると聞きます。今こそその力を借りてみんなの思いを無駄にはしたくないから。